長谷川優です、一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。カメラ動いてる相変わらず人見知りやん意外だな。はじめまして、畑崎秀平です。よろしくお願いします。そうですね、すごいフレッシュな気持ちですし、サッカーの、スタイルも今まで自分にやったことないスタイルなんですが、すごく好きなスタイルなので、これからがすごい楽しみだなと思います。そうですね、もう順平は清水の時にやってますし、匠は大宮の時にやってますし、匠に至ってはもう毎週連絡取るぐらい、もう一緒にやったの10年前ぐらいですけど、そこからずっとすごく仲良くしている仲間なので、移籍自体がすごく多くて、その土地 の、環境だったりとか、カルチャーやそういう人々 の、 住んでいる人たち の、 温かさとか、いろいろお店とかそういうのをすごく感じるのが好きなので、葛飾でもまた新しい刺激があるかなと楽しみにしています。そうですね、途中からの加入になるんですが、しっかりと自分のプレーでチームに貢献して、皆さんと喜びを分かち合えるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、南葛っていうチームは本当に、夢にあふれてるクラブですし、その歴史の一部になれるっていうことがすごく光栄で、僕のサッカー人生を、これまでのサッカー人生をの集大成としてふさわしいチームだというふうに感じたので、僕自身も仙台の時もそうですけど、いろんなポジションだったり役割を経験して、の今があるので、持っている力も全て出してやりきりたいなという気持ちです。通ったことはあると思います。おそらくあんまり東京に詳しくないので、東京出身の玉城に聞こうと思ってます。はじめまして、赤崎秀平です。このタイミングで、加入するということで、チームの昇格に、僕の持ってる力を全て捧げますし、何よりサポーターの皆さんの前でプレーできることを本当に、楽しみにしているので、皆さんに会える日を楽しみにしています。よろしくお願いします。